世界で一番面白い人生ガイド元井武雄の YouTube 動画でございます。今日は宇検村の、入り口にある福農園にやってきました。奄美市名瀬の中心部から来て、車で1時間ぐらいのところにあります赤土山を下ったところの、右カーブのところにあります、単管農園にやってきました。山の裾野に単管畑がありまして、これ方角的に北東の方なんですね。で山があって、で後ろが、県道になっておりまして、宇検村の中心部の湯湾に行く方向に位置しています。このように単管が山の方にもあって、それで、まあ、今収穫の時期なんですけれども、まあ、このようにして畑があり、まあ、2月の中旬ということもあって、もうそろそろ全体的には収穫が終わる方向に向かってはいっていますが、まだまだこれだけの単管畑ですので、たくさん収穫ができて、皆さんに美味しい単管を発送ができるというところでございます。ということで、ちょっと短い時間ではありますが、福農園から、単管の情報でございました。まだ、収穫中でございますので、ぜひ、単管、送りたい地元の方々、それから本土にお住まいで奄美大島の出身者の皆さん、それから単管奄美大島に来て観光で、食べて美味しかったと思っている皆さん、ぜひ、お買い求めいただければと思います。概要欄にも電話番号、ファックス番号など入れておきますので、お問い合わせいただければと思います。ということで、世界で一番面白い人生ガイド元井武雄の YouTube 動画、今回は、いい天気になりましたね。宇検村の入り口にある福農園から単管のご案内でございました。次回の動画まで、世界中の良い子の皆さん、ごきげんよう、さようなら。